中野国和中野国和10月25日から1965年4月13日は日本の内務官僚、政治家、弁護士、幹線県知事、衆議院議員、旧佐賀藩市、木村清の長男として佐賀県佐賀郡西ヨガ村で生まれる。母が中野放蔵の名という関係から中野家の養子氏となった。佐賀中学校、山口高等学校を経て、 1909年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1910年11月、文官高等試験行政科試験に合格し、内務省に入り警視庁警部となる。以後、警視庁警視、葉西久保警察署、本郷駒込警察署、浅草南元町警察署の各署長、高知県、愛知県の各理事官、香川県警察部長、 岡山県警察部長、宮城県警察部長、京都府警察部長、愛媛県内務部長、秋田県職期間内務部長などを歴任。1926年9月、秋田県知事に就任。1927年5月17日に休職となる。以後、石川県、岡山県、新潟県の各知事を務めた。1931年12月18日。 犬会内閣が成立すると、新潟県知事を異顔面本館となり退官した。1936年2月、第19回衆議院議員総選挙に、佐賀県第一区で立憲民政党から出馬し当選。1937年4月の第20回総選挙でも当選し、衆議院議員を連続に期務めた。その他、東京市立憲民政党総務などを務め、 その後、弁護士として活動した。1965年4月13日死去。去年80、ありがとうございます。